どうも、あいちゃです。今回はね、タイトルとかにもありますように志望校を変えたらとか、まあ部活とかもそうですけど、諦めたらお前には無理だよみたいなことを人生で言われたことがある方っておそらく少なくないと思うんですよね。今受験生の方とか部活頑張ってる方もそうだし、私みたいにかつて受験を経験してたりとかね、まあ部活をやった方なんていうのはあると思うんです。で、今回の動画ではですね、2つ伝えたいことがあって、まずこういった言葉を言ってくる方が身近にいるときに、信じていい方と信じちゃいけない方っていうのが私の中で厳密にあります。それをまず1個伝えます。で、もう1個は、私もまあそんなにね、きつい人には出会わなかったんですけど、まあ学生時代にね、まあ偏差値20足らない志望校を目指してたから、まあ結構、まあ同級生とかにはいたわけよ。やめとけよ、お前ら無理だよ、みたいなね。そう、そもそもなんか持ってるのが違うんだよみたいなのを言われた時に、どういうふうに思って考えて踏ん張ってきたのかっていうのを2つ伝えたいと思いますので、よかったらね、最後までお付き合いください。それではまず信じる、信じないの方から話していきたいと思います。で、まずこの言葉自体がものすごく扱いが難しい言葉っていうのはみんなイメージつくと思うんですよね。今学生の方が多いと思うので、言われる側になることが多いと思います。学生のうちはね。でも、例えば部活の先輩だったりとか、で、後輩ができるじゃないですか。で、会社にね、いつか勤めるようになったら、上司になって部下ができるわけです。で、部下とか後輩に対して、その言葉を言わなきゃいけない場面がもしかしたら出てくるかもしれない。まあ言わなくていいんだけど、こんな言葉は本当はね。でも、愛情を持った状態、本人のことを思って言うことによって、くっそ、こんちくしょう頑張るぜって思うタイプの子、そこまでちゃんと見通しがあって言うっていうのも実は手法としてありなんですよ。塾講師時代にその言葉自体は俺は使わないですけど、わざとちょっと吹っかけるというか、お尻に火をつけるために言うっていうのも実はあるんです。でも、これがめちゃくちゃ扱いが難しいのもみんなイメージできるじゃないですか。だって受け取り手にさ、この人がどう受け取るかなんてわからないから、そこまでちゃんと見通しが立てるかっていうのはやっぱり力が必要なのね。ある程度の。あと人間関係が必要です。ここには。で、普段みんながね、その言葉誰かが言ってくるとします。その時に、自分がね、その信じる信じないかと価値基準としては、まずもちろんみんな自身がその人を信じられるかどうか、普段のね、普段の人間関係で信じられるかどうかっていうのが多分一番です。こういった強い言葉っていうのは、さっきもね、伝えたように扱いが難しいわけで、で、これは俺の考えですけど、別に強い言葉を使わなくても人は励ませます。励ますことはできるじゃないですか。だから、みんながね、普段ある人がいた時に、この人とのやりとりで自分のことを応援してくれてるんだ、自分のことを考えてくれてるんだっていうのが、違う言葉でちゃんと感じることができていた。ね、その状態がある。つまり人間関係がね、できてる状態ですけど、そうなった上で、どうしても強い言葉をあえて選ばなきゃいけない場面が出てくる時があるんですよ。だから普段からそういった強い言葉じゃない言葉で自分のことをいろいろ言ってくださる、自分のことを考えてくださっている方、その方がなんか人が変わったように強いこと言ってきたんだけどってなった時には、意図がある。絶対その人は狙いがある。あなたのことを思って言ってくれてるって場面があります。でも、それでもね、それでも、その言い方はなくないってもし思うことがあったら、それはできたら伝えてあげたらいいです。普段からそうやってね、自分のことを思ってくれてたって思うんだったら、先生でもその言い方は辛いって言ってあげたら、先生もわかんないから、この言う側ね、俺も言う側でしたけど、極力間違わないようにしてた。って思ってたよ。この子はこういうタイプだから、言葉選び1個取っても、言い方1つ取っても、語尾の表現1つ取っても考えてたもん。でも、それでも100発100中じゃないから。だからそこで言ってくれると、そっか、ごめん、その言い方は辛かったよね。次気をつければ、ごめんなって。でも、それでもそこまで言ってくれたらさ、伝わるじゃん、みんなにとって。だから、そこを、1つの判断基準にしたらいいと思ってる。ただ、普段から強い言葉を使って、それでもお前のためを思ってんだから、お前のために言ってんだからっていうタイプの人は基本的に信じなくていい。だって強い言葉しか武器を持ってないんだもん。うん。使い方が分かってない。そう。自己満足で言ってるだけ、ただのエゴだと思ってる。いや、それでもね、ごめん。それでもみんなの中で、そうやって強い言葉ばっかり言ってくるけども、俺のことを思ってる、私のことを考えてくれてるって思うんだったら、それはいいんだ。だってそれができてるんだから。みんながそう思って、そのみんなの感情が全てだからね。でも、強い言葉だけを言ってくるような人、それでみんなが傷ついているんであれば、そのさ、全部を無視することはできないんだけれども、投げてきたその球を受け取らなくていいから、取らなくていい。もう取ったとしてもポイって捨てちゃって、ゴミ箱に。それができればかわしてヒューンヒューンってかわしちゃって構わないので、
大人が言う言葉とかみんなの周りのね人間が言う言葉全てがみんなのためではないよ。悪意があるものも絶対にあるからね。だからそういう風に考えてほしいと思います。それじゃあ最後に実際言われた時にどういう風に考えてたかってとこなんですけど、まあ一番はさっき言ったみたいにかわすのが一番です。投げてきたボールきたシューってやるのが一番なんですけど、受け取っちゃうんすよね。そうで、受け取ってゴミ箱に捨てたつもりなんだけど、家に帰ってさ勉強机に座ります、一人よね、自分の部屋で一人になった時に思い出すんだよね。そう、言われた言葉がなんか急にさ数学の問題解いて急にさここにフッて出てくるんだよね。でフラッシュバックスみたいなことがあると思うんですよ。私もいっぱいあったし、まあ自分は例えば高校の時ね恩師が一人いたからさ、もう先生他の先生の雑音は全部書き消してたから、恩師だけの言葉を信じようと思って全部書き消してたんだけど、まあ、同級生のね言葉とかは結構痛くって、偏差値20足んないのも分かってたからさ、まあ知られてたから一部には、でやめとけよ、無理だよ、諦めろよみたいなことを言われて、たださ諦めるよって茶化されてるだけなのに、お前には無理だよって言われてる感じがするとかね、そうで思っちゃうんだけど、でも自分が思ってたのはその未来ってお前に分かんのって思ってたんですよ。そのさ受験に志望校に受かる受からないって何ヶ月後かの話じゃないですか。分かります？タイムマシーン持ってます？持ってないじゃないですかみんな。だから未来は俺が作るってね、かっこいいこと言っちゃったでしょ。でもそう思ってた、いやずっと思えないんだけど、でもそうやってフラッシュバックして思い出しちゃった瞬間に、違うって、こいつが俺の未来を知ってるわけじゃないって、今までの確率論でさこういうね偏差値が足らない人はこのパーセントしか受かりませんよっていう時代あると思う、ある、受かりにくいのは分かってたから、でも 0% じゃないって。だから今できることは何なのって、今自分が24時間1日持ってますって、その中でできる勉強量はどれなのって、やるしかないよねっていうふうに考えてた。だからいろんなことを考え出したらさキリがないですよね。で受験期っていろんなことを気にし始めてネガティブにとにかくなっていっちゃいます。でも考えても解決しないことってありますよね。そうで、考えても解決しないことは考えないようにしてました自分は。いや考えるんだよ考えますよ、考えるんですけど、でもしょうがないよねって、考えても仕方なくねって自分に言い聞かせた、あえて口に出してたもん自分の部屋で。仕方ねえって、考えるなよって、答えは出ない、これに関してはやるしかない、はい次の問題やるぞみたいな感じで、だから俺すごい独り言が多かったんですけど、勉強中にそんな感じでやってました。だから伝えたかったのは、誰も未来なんてわからない、未来を作る権利はみんなにある、みんなの人生だからね、みんなが主役だから。だから今偏差値が足りなくて苦しんでる方とか、なかなか伸びなくて、俺も夏やっても伸びなかったから、夏明けにやっと伸びた人間なので、そうで今ね夏やってても伸びてる感じがしない方、それは伸びるタイミングがみんな違うから、今は今じゃないんだ、今は力を溜め込んでる、種から芽が出る瞬間まで種にエネルギーを溜め込んでる時間だから、その芽が出る、絶対芽が出るってことを信じないと芽が出てこない。でもそれは今かもしれない、来週かもしれないし、来月かもしれない、10月かもしれない、でも芽は出るね。だからそのために自分が未来を作るんだと思って、誰かにあんたは志望校に変えなさいよとか受からないわよと言われたとしても、お前はタイムマシン持ってねえだろって、未来から来たのかドラえもんかと思って、お前じゃないって信じるのは自分だと、あと信じたい人ねの言葉を信じると思って、ぜひね残りの夏休み頑張っていきましょう。いつか終わりよければ全てよしじゃないですけど、ここまでうまくいかなかった方も最後きっちり締める、いいかい、ダメなんてことはないからね、終わったなんてことはないからね、無理なんてこともないから、だからしっかり自分の足で一歩一歩進んでいってください。はい、ということで今週もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ、頑張るよ。